まずは、引退を表明しました武藤圭司選手の引退ロードについて発表がございます。プロレスリングの話より、武藤圭司選手及び武田成弘取締役、お願いいたします。 まず武田取締役今日の趣旨について説明をお願いいたします。はい、えー、本日は、えー、多数お集まりいただき誠にありがとうございます。えー、武藤選手の引退に向けた、えー、武藤刑司ファイナルカウントダウンシリーズの発表を行います。えー、日程は、えー、こちらの画面に出ますよね。はい、えー、2022年7月16日土曜日。 アベマプレゼンツ、ディスティネーション t i 2 0 2 2東京日本武道館プロレスラブフォーエバー1ザ・ファイナルカウントダウンこちらが引退ロード第1戦となります対戦カードはこちら後ほど発表いたします続いて第2戦2022年9月25日日曜日愛知ドルフィンズアリーナ愛知県体育館プロレスラブフォーエバー2アウトブレイク こちら対戦カードは未定です第三戦2022年10月30日有明外戦ザリターンプロレス格闘技コケラ落とし初利用となります東京有明アリーナこちらプロレスラブフォーエバー3ドライアンフこちらも対戦カードは未定です以上三大会が現在決定している試合ですその他の 大会あといくつか増える予定ですのでその他の大会決まり次第発表いたします、えー、またこれらの大会とは別に、えー、グレート・ムタの引退試合も行います、えー、グレート・ムタファイナル2023年1月22日日曜日グレート・ムタファイナルバイバイ神奈川横浜アリーナにて開催いたしますこちらも対戦カードは未定です えー、そして、えー、武藤慶司最後の試合、えー、引退試合こちら、2023年に行うことと大会名だけが現在決まっております、えー、大会名、こちらになります、えー、プロレスリングマスター武藤慶司引退試合慶、えー、司武藤グランドファイナルプロレスラストラブホールドアウト、えー、日時、会場対戦カードはまだ未定となっております。 詳細は決まり次第発表いたします、えー、武藤選手をノアのリングで骨の髄までしゃぶり尽くすような引退ロードとなります、えー、かなりハードな日程となっております武藤さんの歴史のゴールをファンの皆様とともに後押ししていきたいと思います、えー、以上となります、はい、ありがとうございました、えー、続いて武藤敬選手ファイナルカウントダウンシリーズが発表されましたけれども、えー、今の率直な感想というのはいかがでしょうか え今のノアだったら、えー、俺の最後の大舞台、えー、そしてそれに向かうまでの花道、えー、最高なものにしてくれると思っております、まあ、俺はそのレールをね、力余すことなく、最後まで突っ走っていきたいと思っております。 えー、あと、たぶん日の発表以外に、数試合増えると思います、なかなか、えー、大変になると思いますが、えー、本来、俺、現場が大好きで、えー、そして、ねえー、最後、多くのファンの人と、えー、本当にあの時間を共有できたらいいなと思っております、以上です。ありがとうございました 続いてここまでについてマスコミの皆さんから質問を受け付けますただし7月の日本武道館大会につきましては後ほど詳しく発表いたしますのでそれ以外のご質問でお願いしたいと思います、えー、なお質問は挙手の上媒体名お名前を述べていただいてからご質問くださいよろしくお願いしますそれではどうぞはいどうぞ あ,あプロレス獲得デラックスの開きです。えー、っと、引退を発表されてからの反響といいますか。どういうものがあったというのが一点と。あとはまあ実感として寂しさみたいなものがこみ上げてきたかどうか。っていうところをお伺いしたいんですか。えー。なんか多くの友人から。連絡をいただきました。うん、あと。 本当に何年も連絡が取れてなかったような人からも多くあのなんか連絡いただいたりとかしていや、まあまあまあ、反響の大きさを、うん、実感しているいまだに最中ですね、はいはい、まあまあレストラン冥利に尽きるところですあと何だっけあとさしさみたいなものってさやしさ 発表してからはそんな寂しさが自分が決断するときの方が本当に思い悩んだりしましたのでもう,もう今そこまで、あのー、一日のルーティンは今まで現役のときと全然変わってない中でそんなに寂しさはないですね、はい、まあ,あと、ムタさんも、まあ、引退という表現が正しいのかどうかわからないですけども。その 最後の舞台があ横浜アリーナ来年の1月に決まりましたけれどもこの辺についいてはいかがでしょうか。多分武田取締役とかあとスタッフとかなんかでこうちょっとこう話した中でやっぱりグレード・ムタの印象っていうのはやっぱり横浜アリーナが強いという中でうん多分最後、横浜アリーナに決定したんじゃないかって思っております。はい まあ名古屋など、地方でもやるっていう形になってますけれども、なんか行ってみたい場所とか、最後に試合したいなっていう場所、ほかにもまだありますかいや本当は、力ある限り、本当、いろんなところ回って、本当、ご挨拶ね昔は俺ら年間250試合ぐらいはしてたんだから、あらゆるところ行ってますから、日本国中、ね。 行きたいけどなかなかそう,いうそうはいかない中で、うんまあ、とりあえず今日はこ,ここまでしか発表してないんですけどもう,う23は増えるよね、きっとね,ね、うんうん、もう23は増えると思いますので、うん、力の限り、えー、突っ走っ走てきますもう1個最後に聞きたいんですが、あのー、まだ引退試合の場所日時は決まってないんですけれども なんかここでやりたいみたいな、ごご希望はございますか今ノアという団体はあの、レッスルユニバースとか、そっちにもね、逆にそっちは海外にも見れたりしてるからね、もしかしたら、あんまり大きい舞台じゃなくて、川崎チッタとか、その辺でもいいんじゃないかななんて、え <laughs> 思ったりもうそしたらもっとね加入者が増える可能性もあるもんな <laughs> ありがとうございます、はい、で他にご質問のある方いらっしゃいますか、はい、で質問は以上となりますそれでは武田取締役はここまでとなりますどうもありがとうございましたご退席ください